道を塞がないでください。行きますか。ああ、聖火の必要、輝きたまえ。戦いは本業じゃないんですが。いつもの景色だね。違うのはこれが最後ってこと。終わるのだな、俺たちの旅は。おいおい、終わりなんてねえだろ。ええ、これからもそれぞれの旅は続いていくわ。旅とはすなわち生きることらしいですよ。オシュット、なんか寂しいな、みんなとさよならするの。らしくないですね、別れを惜しむなんて。私だって寂しいよ、一緒に肉食えなくなるのは。みんな同じ思いだ。忘れたくないな、この気持ち。忘れないよ、オーシュット。俺たちの旅はずっとここにある。いろんない。そうだね。みんなと出会えて本当に良かった。この旅のこと忘れないよ。いつか私がおばさんになっても、おばあさんになっても、きっとずっと忘れないよ。またね、みんな。ジムっぽくなってきやがったよ。さよならは言わねえぜ、一リーフにもなんねえからな。またね。共に旅できたこと誇りに思う。暇ができたなら富国へ来てくれ、歓迎するぞ。また会おう、友よ。笑って旅立ちましょう、それぞれの道へ。怪我したり病気になったりしたら手紙をちょうだいね。飛んで駆けつけるわ。私、旅で見つけたんだ。世の中には肉より大切なものがあるって。大好きだよ、みんな。バイバイ。ありがとう。
こういうの苦手なの。再会を願う。さて、私も行くとしましょうか。次なる真実を求めてね。
相変わらず賑やかですね。さて、迷える羊さんたちを探しに行くとしますか。再会できたな、友よ。さあ行こう。彼女の門出を祝いに。難しい匂いだな。お土産の飯もあるよ。さあ行こう。人混みは苦手だ。遅かったね。って言っても私も来たとこだけど。さあ行こっか。よかった。ちゃんと会えて安心したわ。それにしても楽しみね。晴れ舞台だものね。
グネアの妹のパーラって言います。ご一緒できて嬉しいです楽しみだべ。よう、待ってたぜ。お堅い挨拶は抜きにして早速向かおうぜ。生きるとは、旅をすること。どこに行くのか、何をするのか。そして、どの物語の主人公となるのか。すべては君に、託される。かつて、私は仲間と共に8人で、世界を巡る旅に出ました。そこで起こった数々の出来事は、決して忘れることのできない、かけがえのない記憶として、今も私の心を温かく、灯し続けてくれています。私たちの人生は旅、そして冒険です。その道の途中で傷つき、倒れ、長く続く夜にくじけそうになる時もあるかもしれません。それでも、いえ、だからこそ、一人では無理でも、仲間と一緒なら、きっと歩いていけます。等しく続く、明日へと。皆さんの旅が、明日が輝きにあふれることを願って、この歌を贈ります。オクトパストラベラー。